今日のお部屋は5335号室コーナーのお部屋です。化粧がここでできるね。広いスペース。クローゼット。あ、なんかちょっと使いづらい手が。クローゼット。金庫があります。あ、お水がサービスで2本。グラス、あとお茶関係かな。冷蔵庫はついてるけど空っぽでした。ではまず先にこちらから。バスルーム、洗面ボウルが2つ、アメニティはまあそんなに凝ったものはないけど、ちょっとボックスが、アメニティに入ってるボックスが可愛い。スキンケアのセットもあります。ああ、お風呂からもう外が見える。丸窓があるからお船の中みたいね。シャワーブース付き。割と広いですね。それではお部屋、ちょっと狭いけど、でも景色がいいです。ベイブリッジはもう見えるし、観覧車が目の前。景色がいいですね。夜景が綺麗だと思います。あ、パジャマが。すべてこれで室内と、ああエアコンも起こさないで、アラームも。おじいちゃんおばあちゃんはちょっと辛いかも。今日のお部屋紹介でした。